どうかしたか？え？ああ、別に何でも。そうか。それより上流、これから暇？またステイル行こうや。この前楽しかったし。すまないな。わかったよ。上流、用事済んだ？はよステイル行くで。ああ、いいぜ。ほな出発。お酒やお酒。あんたの方は仕事大丈夫なのか？ちゃんと終わらせてから飲んでるんです。できる女でやらせてもろてますんで。ふん、そりゃお見それしたな。上流もこのお店気に入った？ああ、いい店だ。ふん、せやろ。ネットワークの方は順調なのか？そりゃもう上流も大活躍やしね。評判を聞きつけた新規のお客さんがひっきりなし。お力になれて何よりだ。ただその割には浮かない顔をしてるな。え、そう？そんなことないやろ。無理強いはしないが、吐き出した方が気の晴れることもある。あんたの立場の難しさは分かってるつもりだ。そんな時は木のうろの出番じゃねえか。上流は案外お人よしやね。気になることを放っておけねえってだけさ。それがお人よしって言うんやって。おおきにな。はあ、上流が心配しすぎるからなんかハードル上がってるけど、ほんまに大したことないんや。そうなのか？前に上流聞いたやろ、赤目ネットワークなんか作って何がしたいんかって。はあ、うちな、ほんまは歌手になりたかったんや。歌手に？それがネットワークと関係あるのか？そう思うやろ。でも終わりなんや。もう何年前になるやろ。うちは裏社会とは何も関係ないただの田舎もんやった。歌手を目指して蒼天堀に来て、バイトしながら路上で弾き語りしてた。ネットに動画上げて CD も手売りしてな。そうだったのか。いつか誰かがうちを見つけてくれると信じてやっとったけど、誰も見向きもしてくれんかった。芸事で成功するには巡り合わせも必要だからな。フォローを機に。でもある時ホームレスのおっちゃんが一人、うちのこと見かねてやっと CD1 枚買うてくれたんや。お仲間も連れてきてくれて、冗談半分で赤目ちゃんはわしらが売り出したるなんて言うてね。気のいい奴らじゃねえか。うん、ずっと寂しかったから、そん時は思わず泣いてもうたわ。それからやな、
あの人らとつながりができたんは。うちはバイト先で出た廃棄するお弁当をこっそり分けてあげて、ホームレスの人たちはうちの宣伝をしてくれて、そういうささやかなやり取りが積み重なっていくうちに今の赤目ネットワークが出来上がったんや。そういう経緯があったのか。じゃあ赤目ネットワークってのはもともとあんたのファンクラブだったってわけか。そうとも言えるかな。ネットワークのみんなのおかげで一時期順調に CD が売れ出してな、蒼天堀で結構名が知られるようになったんや。ほう。そしたらとあるホテルグループの偉いおっちゃんがうちの歌に惚れた言うてくれて、新しく建てるホテルのステージをうちに任せたいってオファーをくれたんや。順調に話が進んでるように聞こえるが、何か問題でも起きたのか。はあ、そういうこと。そのおっちゃんのグループ会社にはいつの間にか妙な会社が紛れ込んどったんや。それが近江連合のフロントと気づいた時にはもう後の祭り。好き勝手しゃぶり尽くされてグループは崩壊しとった。当然うちのステージの話もおじゃんってわけや。そんなことがあったのか。なら近江には心中穏やかじゃないだろう。キャッスルの仲介役なんてよく引き受けてるな。しゃあないわ。この町で近江に睨まれたら誰も生きていかれへん。持ちつ持たれつの関係に持ち込めただけでラッキーや。仲間を守るためか。あんたは立派だな。生き残るのに必死やっただけやって。ちなみにな。ん？さっき言ったホテルがもし予定通りちゃんと完成してたら金ピカの大阪城になるはずやったんや。ん？どっかで見たことない？まさかキャッスルのあの城は。そのまさか。おっちゃんの作ってたホテルがいつの間にか船の上に鎮座しとった。ほんま人をバカにすんのもええ加減にせえって思うわ。うちの夢の舞台になるはずやったもん。まあそれがケチのつき始めで、だんだんうちの歌手としての人気も落ち始めて、逆にネットワークの方はどんどん大きくなっていった。そんでいつの間にか歌手の夢はどっかに行ってしもた。まあうちにはこっちが天職やったってことやね。青臭い夢を抱いてた時もあったっちゅうお話でした。笑わんといてよ。決めつける必要なんてない。まだ遅くはないと思うぜ。上流は優しいね。でもええの、どっちみち叶いっこな夢やったっちゅうことや。なら、なんで今あんたはそんなに浮かない顔をしている。はあ、それを言われると弱いわ。前言撤回。上流は意地悪やね。成り行きもあったとはいえ、赤目ネットワークは今のあんたにとって大切なもんだってことはわかる。なら欲張っちまえばいいんじゃねえか。欲張る？仲間も守るし夢も追う。あんたくらいできる女ならできないことじゃないだろう。上流。これまでの苦労も知らんで勝って言うてくれるわ。他人の特権だ。でもお気にね。やっぱり上流と話してると少しだけやけど気が晴れるわ。
そりゃ何よりだ。本当に少しやけどね。ふん、手厳しいな。ちょっと湿っぽくなってもうたからな。さ、気を取り直して飲み直すで。お手柔らかにな。上流。助かったわ。どれにするん？上流。バッチリ頼むで。上流。どれにするん？それじゃあ頼むわ。上流。どれにするん？あのね。それじゃあ頼むわ。どれにするん？ほんまに？あんな？はあ、あかん。
おい。ああ。ああ。時間食っちゃった。
いや。ん？ああ。うん、おい、あの、よろしく頼む。よろしく。あの、ああ。
よし、行くか。ありがとう。しばらく寝てろ。Huh?
んだ。おい、すみませんでした、あ？メンチ切ったやろ。おい、
おい。お願いします。よろしく頼む。ああ何？よろしく頼む。ちょ、
おい、はあ、すんじゃねえぞ。おい、頼みます。ございました。いらっしゃいませ。はい、あの、いえ、何
いい加減にしてください。いいえ。え？何？ああ。はい。上流、ちょっと相談したいことがあんね。相談？そっか、じゃあ。それで相談したいことがあったんだろう。うん、前に話したやろ、うちが昔歌手になりたかったって。昔か。ああ、聞いたな。そん時は路上で弾き語りするのがメインやったんやけど、それを撮影してネットに動画としてもアップしてたんや。ああ、それも前に言ってたな。そんでこの前な、その動画を見た言うてメールが来たんや。上流は知らんと思うけど、大手の音楽事務所から。ほう、
それでなんて内容だったんだ。今度新人発掘のオーディションやるから参加してみないか。参加するなら採点を優待するって。つまり向こうはあんたをかなり買ってるってことか。そういうことなんかな。だが仕事の方はいいのか。赤目ネットワークはあんたがいないと回らないだろう。そうなんよね。あんたらしくね。両方何とかしてみせるって言うと思ったんだがな。そういえば前にも言うてたね、両方欲張っちまえって。ああ、そうやね。確かに二度とないチャンスかもしれへんしね。なら受けるんだろう、オーディション。そうやね。うん、受ける。上流に話して吹っ切れたわ。いつもお気にな。お安い御用だ。でオーディションってのは何をするんだ。オリジナルでも何でもいいから、その場で一曲披露するって形。なるほどな。大手のオーディションともなれば競争相手も多いんだろうな。ちょっと嫌なこと言わんといてや。あかん、今から緊張してきた。おいおい、あんたらしくねえな。いや、あかんわこれ。上流、ちょっとなんかええこと言うて。緊張がパッと解けるやつ。赤目、あんたは天才だ。だから気楽に行け。雑。上流、うちの歌聞いたことないやろ。適当なこと言わんといてくれる。ネットワークの切り盛りを見てればあんたができるやつだってことはわかる。いや、それと歌とは関係ないやん。ちょっと間違えたみたいだな。上流って結構アホっぽいとこあるんやね。おかげでちょっとだけ緊張解けたわ。結果オーライだな。よし、腹くくった。オーディション受けて歌手の道つかむし、ネットワークも守ってみせる。ああ、その息だ。じゃあ、あんたの勝利を祈って。うん、乾杯。上流、お疲れさん。あんな、それじゃあ頼むわ。上流、どれにするん。あんな、バッチリ頼むで。上流、どれにするん。あんな、いや、ああ。上流、
どれにするん？あんな？バッチリ頼むで。上流。どれにするん？せやね。えらいこっちゃ。せやな。あんな？ええ。俺のこと睨んだな。しばらく寝てろ。
いらっしゃいませ。よし、行くか。ありがとうございました。